さあ、ヌイドリでドラムチューリップや2024、エメタンです。一緒に見てきたよ。イエイ。イオンモールトナミから無料のシャトルバスが出てますね。これがとても便利ですよ。しかしこの美しさ、晴れ風がね、また映えますよね。このブルーがね、チューリップとね、イエイ。さあ、メメタン、どうかな、この眺めは。とっても綺麗だよね。イエイ。ここはタワーからの眺めですよ。イエイ。そしてスイーツも食べたよ。これめっちゃ美味しかったね。雪のいちごミルク。そしてお昼ご飯はチューリップラーメン。これがまだね、あっさりと塩味でね、なかなか美味しかったね。でもほら、麺がピンクなんだよ。イエー。このチューリップは限定らしいからね、やっぱりこういうのは食べないとね。イエー。そして晴れ風、やっぱり映えるね。晴れ風アクション、これがまたね、このブルーがね、やっぱいいね。晴れ風はやっぱりどこ行っても合うね。素晴らしい。いえ、晴れ風、タワー、いえ、黄色いチューリップと晴れ風、晴れ風アクション、いえ。でもこのチューリップはね、本当に素晴らしいよね。もう辺り一面チューリップだからね。このね、また香りがね、するんですよね。チューリップの香りがね、これがまたいい匂いでね。お客さんもいっぱいで、しかもこんなに快晴だからね、めっちゃ天気いいし、気持ちがいいよね、歩いててもね。いえ。いや、今日は来てよかったぜ。いえ。素晴らしい。チューリップ屋、おすすめのスポット。いえ。でもこの白いチューリップめっちゃ綺麗だよね。うお、いいな、めっちゃいいな、これ。いえ。でもチューリップだけじゃなくて、他にもいろんなイベントがあったからね。なかなかね、見どころが、ね、たくさんですよ。でもこれはね、やっぱりね、ウォーキング効果だよね。めっちゃウォーキングできましたよ。よかった。さあ、目の保養にもなったし、いい感じでね、リラックスできましたよ。もっと回りたいけどね。さて、晴れ風アクション、イエー。いや、メメともね、一緒にね、たくさん回ったね。いえ。楽しんでくれたかな。いえ。お、あんなとこにピエロさんもいるよ。いえ。それにスノードーム、スノードームだよ。ああ、楽しかったな。よし、またいつか来るね。いえ。